さんこんにちは、今起きている危機、ディーゼル不足、社会が停止し始めたをお届けいたしますあの。ディーゼル不足っていうのは、ディーゼル燃料のことですねあの。原油を輸入してるじゃないですか、日本も、まあ。アメリカなんかも原油をたくさん使ってるんですけれども、まあ、ヨーロッパ全域もそうですよね。あ輸入してる国もあれば、まあ、自分の国で、まあ、ちょっと採掘して、 石油が取れるという国もあるんですけれども、まあ、エネルギー源として石油を使ってるわけですよ。で、石油っていうのは生成してですね、あの、まあ、ガソリンにしたり、あとは、まあ、ディーゼル油、ディーゼル油を取ったり、まあ、そこからガスをね、LP ガスを取ったり、まあ、いろんな、あの、エネルギーが抽出できるんですよ。で、あの、まあ、段階を踏んでですよね。まあ、こんな感じで、 あの、いろいろエネルギーがね、まあ、アスファルトも取れるわけですよね。あの、下に重油が溜まって、重油の下の方にアスファルトが溜まるので、全部利用できるんですよ。無駄なく使えるんですよね。で、このディーゼルなんですけど、日本はね、あの、ディーゼル、原油を生成してガソリンとかディーゼルに分けてるんですけど、日本もね、あの、生成所があるので。だけど、あの、あんまりね、ディーゼルの需要が日本ないんですよ。 もうガソリンの半分ぐらいしかないんですよね。だからディーゼルが余ってしまって、日本って結構だからディーゼル油っていうのは、あの、輸出してるんですよ。あの、タンカーでね。で、あの、まあ、使うフィリピンだとかタイとかに、まあ、安く売ってあげてるんですよね。どうせいらないんでね。でも、アメリカとかヨーロッパ全域そうですけれども、ディーゼルはすっごく需要があるんですよ。 もう本当にあのガソリンと同じぐらいディーゼルのエンジンの車とかトラックとかまあ農機具ですよね。多いんです。すんごく。だからディーゼルがなくなるともう社会停止してしまうんです。で、以前ね、動画でアップさせていただきましたけれども、ディーゼルがまあこれからなくなるんじゃないかという動画をね、アップしたんですけど、早めになくなってしまって始まりました。アメリカ、まあ北米ですね、特にね、アメリカの北の方、まあアトランタだとかですね、 もう本当にヨーロッパのね、あの、一部の地域もそうですけど、ディーゼル油がなくなってしまったんですよ。もうディーゼルのもう扱うスタンドの給油のところ、もうこういう、もうありませんよというね、まあ、こういう札がついて、もうないんでね、売れませんよということで、でトラックの運転手さんとか困っちゃうわけですよね。 仕事にならないじゃないですか。あとね、ものすごい金額上がってるんですよ。びっくりするぐらい。もうリッター200円ぐらいですよ。本当に。だから、いや、これ再三合わないなということで、な個人でやってる人とかね、もう全然こう安く受け負って貨物を運んでる人とか、トラックの運転手でね。いや、もうね、もう無理だなっていうことで、もうやめたやめたやめたっていうことで、家で寝転がっちゃってる人とかいっぱいいるんですよ。本当に酒を飲んじゃってるとかね。 だからこれね、あの荷物がね、運ばれたくなくなっているんですよ。だあの、アトランタだけじゃないですよ。これあの、ケン,ケンタッキー、オクラホマとかミネソタの州の一部でですね、あの、インターネットで最近は、まあ、売買してるじゃないですか。アメリカってイーベ y ってあるんですけども、まあ、その、あの、インターネット売買で、まあ、個人のお客さんが、 あ、これいいわと思って買うじゃないですか。例えば小さなテーブルとかね。で、まあ、トラックで運んでもらうために発送するんですけど、もうトラックがもうや,やらないんですよ、それをね。もう動いてないので。だからケンタッキーで、例えばあの、いろんなものを作ってる人が、じゃあニューヨークとかにね、マンハッタンに送ろうって言っても、もうね、今ね、送れないんですよ。本当に。あの、トラックがないんでね。で、いろんなものが社会が停止し始めて、麻痺し始めてるんです。 これピークはね、2022年、今年の12月20日前後になるんではないかという予測出てます。アメリカ国内が社会麻痺して停止してしまうんですよ。まあ、ちょうどクリスマス前なのでね、大変なことになるじゃないですか。だってクリスマスのプレゼントが届かなくなるんですよ。これ一大事だと思いますよ。本当にね。 だからもうディーゼルが底をつき始めちゃってるんですよね。あとね、あの、ご存知の方いるかどうかわかんないですけども、あの、ディーゼル車に触れたことがない人は知らないと思いますけど、あの、アドブルーってあるんですよ。添加剤ですよね。あの、もう随分前ですけどね、あの、10年ぐらい前からね、要するにディーゼルってなんか黒い煙が出るっていう印象あるじゃないですか、黙々と。 あの黒い煙が体に良くない、人間に良くない、社会に良くない、環境を汚染するということで、まあ、あの黒い煙が出ないように、あの機械を取り付けて、アドブルっていう液を入れて、あのまあ、中和させるんですよね。で、綺麗なまああな排気ガスにして出すっていうことを義務づけているんですよ。日本もそうですよ。で、ヨーロッパ全域もそうなんですよ。まあ、アメリカもそうですね。まあ、州によって規制がちょっと違いますけれども。で あの、まあ、アドブルーっていうのはドイツの会社が、ま、開発した、ま、商品名なんですよね。ま、消費を取ってるんですよ。アメリカではね、DEF っていう呼び方してますデ DEF ってみんな言ってますよ。デフってね。まあ、同じものですアドブルーとね。尿素材なんですけども、尿素液。それを入れないと走らないんですよ。あの、警告灯がついて減っていくと。で、無くなるとエンジンが切れちゃうんですよね。 あの本当にあの、そういうふうにみんななってるんですよ、世界中ね、新しいディーゼルエンジンのトラックとか車をね、あのもう乗用車でもそうですよ、アドブルー切れると、エンジン停止しちゃうんですよ、走んないんですよ、本当に。だから、アドブルーなくなっちゃうと困ってしまうんですけど、このアドブルーが、まあ、1年ぐらい前だったかな、あのー、もうなくなってしまって、1リットルね、もう本当にね、え、こんな値段で普段ね、1000円もしなかったんですけど、 一年前のアドブルー不足ってのが起きてですね。あのディーゼル業界で。一万円とかね、一万八千円とかね、10リットルの値段が。まあ、10リットル、二十リットルとか、まあ、一般的にそれで売られてるんですけど、10リットル、一万八千円とか見たことありますよ。あ、びっくりする値段ですよ、本当に。だけど、まあ、ガソリンほど食わないんですけど、まあ、それでもね、入れないと走らないですから、結構ね、あの、長距離行ってる方はアドブルー使うんですよ。本当にそれを。 でそのアドブルーも、まあ、今ね、あの10リットルで2000円前後ぐらいですよ、もう世界中そうですけども、これもね、なくなってきてるんですよ、アメリカとかヨーロッパの一部で。アドブルーないとどっちにしても走んないのと、ディーゼルエンジンの、まあ、あのディーゼルの燃料自体がもうなくなってきてるんですよ。だどっちか欠けていても走んないんですよ。 で、両方かけているっていう、もうないっていう、そこついちゃってるっていう地域が多くなってきていて、もうどうすることもできない。だから片方なければ走んないので、これはね、ディーゼル車、まあ、ディーゼル機関、ディーゼルエンジンが動かなくなるっていうのが、もう現実味をね、もう本当にこう、もう拡大していくっていうのが現実味を帯びてきてます。これ、ピークは12月の下旬あたりになるんですよ。 これはね、とんでもないことになりますよ。要するに食料品もスーパーに届かないんですよ。何にも行かないですよ。もう医療品だろうが何にも届かなくなるんですよ。トラックが動かないんでねで。これはもうどうすることもできない社会麻痺、完全停止ということが起きるということですね。で、これ日本はね、あのえ、アメリカじゃない北米でしょとかね、ヨーロッパの一部なんでしょまだ。とかいう。 ね、なんかこう、ちょっとね、もう頭にお花畑できちゃってる人いっぱいいると思うんですけども、あの、いやいや、これはね、あの、日本もなるんですよ。だって原油がいつまで入ってくるか、安定して入ってくるか、あの、原油の備蓄はもちろんありますよ、日本にね。あるんですよ。あるんだけど、その備蓄でさえも、アメリカこんななってるんだったら送んなきゃいけないかもしれないんですよね。助けるために。あの、ヨーロッパにも、まあ、お裾分けじゃないですけども、 だから日本の,その備蓄が、日本が全部100%使い切って、使っていけるかどうかって、何の保証もないんですよ。アメリカがよこせって言ったら送んなきゃいけないですから。いやこれはね、もう一大事。あと、アドブルーで日本ね、それやっぱりこう、添加剤入れなきゃいけないので、アドブルー問題も再燃するかもしれません。これはね、ただごとではないですよ。来ますよ、来ます。本当にね、ちょっとね、注視して、これはね、 あの、監視していかなければいけない出来事だと思います。ということで、今日はですね、ディーゼル不足、社会が停止し始めたをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。